猛将たち。予感的中お手の者、李万世とは俺のこと。今この地の黄金残党を我が軍に組み入れ、周辺を制圧しつつ奴らの頭目を討つのだ。奴らの頭目は堂々たる男を誇らず、奥目を取るでないぞ。お兵のあたりがチリチリするぞ。あれは強え奴に出くわすかもな。俺たち畑を踏み荒らすのはおめえらだが、許さねえぞ。わたしピンと来たぜ。お前が一番強いやつだな。マクリンの感じか。死ぬぞ。噂の大男か。冒険で終わらせるには惜しい。必ず捕まえてくるんだ。神から情報を得ました。敵の頭目はあの砦で休んでいるようです。二天殿の軽やかな身のこなし、いつ見ても参考になります。へえ、おめえもなかなかのもんじゃねえか。よし、かかったぞ。早く門を閉めっちまえ。当初の目的は果たしたな。だが
あの男は一体何者だったのか。